はい、スイッチバスケットボールスクールオンラインをご覧の皆さん、こんにちは、竹尾です。今日僕が紹介するスキルはですね、これまで3週にわたって紹介した、ドリブルチェンジからのスピンターン、フロントチェンジからスピンターン、レッグスルーからスピンターン、で先週は、バックチェンジからのスピンターンを紹介しました。今日はこれを応用してですね、実際にディフェンスがいる中で、レッグスルーからのスピンターンを使いましたけども、レッグスルースピンターンした後に抜けませんでした。ディフェンスがまだついてくる、その後にショルダーフェイクを入れて最後抜いてフィニッシュまで持っていくという、まあ、こういったスキルの紹介になります。これはもう動きがなかなか難しいのでですね、皆さん何回も動画を見て練習するようにしてください。はい、それではまずはこちらの動画をご覧ください。はい、動画をご覧になっていただきました。今日のスキルは、難しいですね。スピンターンからドリブルチェンジ、スピンターンから、今日はレッグスルースピンターンをやりました。その後にまだ抜けません。で、肩のショルダーフェイクを入れて、抜くという、でフィニッシュという、スキルになりますね。これまで そのレッグスループラススピンターンは早く行った上で、まだ背中越しにディフェンスがついてきてます。ボールをディフェンスから見えないところに置いた状態で一回こうショルダー、肩でフェイクを入れるとこっちにディフェンスが反応するので、逆をついてこっちに行きましょうっていう、レッグスルースピンターンの後のフェイクは一回だけなんですけど、このタイミングとかリズムがすごく難しく、僕は感じました。きっと皆さんもそうやって思うと思いますので、たくさんこの動画を見て、練習するか、いや、これしかないですね。もう練習するしかないです。はい、でいつの間にかできるようになってたりもしますし、まあ、繰り返し、全然できないなって思っても一日何回かはチャレンジしてやるようにしていけばですね、体が覚えていくので、いつの間にかできるようになっているのかなと思います。はい、たくさん練習してください。はい、それでは今日の動画は以上となります。